アリベルト・ヨーゼフ・アレクサンダー・フォン・アンハルトは、ドイツのアンハルト公国の摂政。アンハルト公、フリードリヒ一世とその妻で、ザクセン・アルテンブルク公子、エドアルトの娘であるアントイネッテの間の、第5子、4、男として生まれた。ドイツ皇帝・ビルヘルム2世の親友であり、皇帝とその取り巻きのスキャンダルが暴露された、コッツェ事件では、 ジャーナリストのレイプレイヒトフォンコッツェに対する裁判の原告となったが、コッツェに無罪判決が下ると皇帝の意向を受けてコッツェに謝罪書簡を送っている。1891年7月6日にウィンザー城においてアウグステンブルク公主クリスティアンの娘でイギリスのビクトリア女王の孫娘の一人であるメアリー・ルイーズと結婚した。この結婚は 皇帝ビルヘルム二世が自らお膳立てしたもので皇帝が婚約発表をしたり結婚率改人を務めさらに新婚の夫婦に相当額の資金援助をしたしかし二人の結婚生活は相当に悲惨なものだったアリベルトが同性愛者であると知ったメアリー・ルイーズのショックは大きく深刻な虚食症に陥ってしまうほどだった夫妻の離婚はドイツ外務省と イギリス外務省の外交努力により、1900年12月13日に成立した。メアリー・イルイーズの父親クリスティアン講師は、ドイツの連邦参議院に乗り込んで離婚の本当の理由をぶちまけると脅しをかけたが、ビルヘルム2世はこれを戦死した。アリベルトは1896年に、アテネオリンピックにおけるドイツ参会委員会の 委員長を務め、後にドイツオリンピック委員会の委員長に就任した。1918年9月に、兄のアンハルト公エドワルトが死ぬと、公爵位を継いだ、未成年の老い、ヨアヒム・エルンスとの接触となったが、同年11月には、ドイツ革命により、君主制が崩壊している。同年12月30日には、アンハルト自由州政府により、 デッサウの城と庭園の保護を行う、ヨアヒム・エルンスト財団の総裁に任命されている。ありがとうございます。